でやってみた。もい。Android からキャス配信中。http://url。もう面白い。しかもなんか画像が曇ってる。古いからですかね。とりあえず少しだけ放送して終わりにしたいと思います。どこにカメラがあった？じゃあ、ここですね。今はあれを作ってます。車にシートベルトにつける、こんな感じでカバーを作ってます。夏になると薄着になってシートベルトが当たっていたので、どうなんだろう、このマイクちゃんと性能動いてるんでしょうか、動いてないんでしょうか、よくわかんないです。とりあえず糸の量から見て、これをもう一周したらおしまいにしたいと思います。一応理想としてはこれの裏に布をつけて貼って、マジックテープをつけてっていう風にやりたいと思ってます。でも携帯の方が見やすいのかもしれないって思った。タブレット、だいぶ昔のタブレットだし、多分 3,4 年前だと思うので、まるでシャワーかかったような、なんか曇ったものになってますね。とりあえずこれが一周編めて完成したら郵便局行ってこようと思います。可愛くできそう、よかった。ただこれが車のカバーベルトについた時ずるずる落ちてこないこと願うのみです。あ、なんで熱いのか分かった。携帯が熱を持ってるから熱いんだ、自分が。これ夏とかって超きついんじゃないですか。糸足りるかな、足りなかったらどうしよう。やっぱり誰も来ず。今日は息子が代休だったので午前中ゆっくりと過ごして、カフェ、ベリーズカフェであげている小説を結構書き溜められました。これがちょっと嬉しいです。だいぶ書き溜めてあったのが、旅行費の量が少なくなっていたので、ちょっとやばいやばいって
思ってたので食べてよかったです。千里ちゃんと先生との話にまで行けて、どうなったらその次はどういう会話になっていくのか、違うストーリーになっていくのかなって思ってます。先生と千里ちゃんの話が終わったらそのままも終わりにしてしまうのか、ちょっとその後の話的みたいな感じにできるのか、どっちがいいかなと考え中です。できた、超嬉しい。本当はこの糸で子供用のスイカを作りたかったです。ですがちょっとだいぶ外があったかくなってきてしまって、さすがにちょっと車の移動の時にシートベルトが肩に当たって、肩っていうか首、鎖骨当たるっていうんですか、素肌が当たるのがすごく気持ち悪かったんで、さすがにもう作らなくちゃなと思っていたので、あとは男の子用の可愛いやつを水筒のケースカバー、違う肩掛けカバーとして作りたかったんですけど、大人用にしちゃいました。すっごい見にくいねこれ。こんなに動画が、タブレットの動画が画質が落ちているとは思わなかったです。けどとりあえず編み終えたので、やった、ハートがかわいい。これってでも後ろに布とか貼ってしまったら、このハートの部分とかが生かされなくなっちゃうかな。逆に生かしたいんですけどね。で、ここにマジックテープ貼って、こんな風に車で首とか素肌当たる部分にこう巻けたらいいなと思って作ってみました。とりあえず布のところでは終わったので、ここでキャスを終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。稲田スイでした。